ガツが導く異世界道中は安住系によるライトノベルである。略称は月道。2012年に小説投稿サイト小説家になろうで発表され、同年にアルファポリス第5回ファンタジー小説大賞読者賞を受賞し、同社から書籍版も発行された。小説家になろうとアルファポリスの書籍で同時執筆していたが、2016年時の小説家に ナローの規約変更により、ウェブ版の執筆を停止し、アルファポリスでの書籍版の連載に注力する。2021年6月時点で、シリーズ累計発行部数は200万部を突破している。カズオ次女という、ごく平凡な5人家族の高校生、ミスミマは、突如として、日本から異世界へヒューマンを救う勇者として、召喚される、はずが、 その異世界の唯一神である女神の顔神にキーからという、あまりにも個人的かつ身勝手のすぎるわがままからヒューマンと交わることを禁じられ、勇者としてではなく、汚くて忌まわしいゴミとして、この異世界の果てに捨てられた。その女神に立ち会う前に出会った間のいた世界の右神の一柱、つくよみ命の説明によると、真の両親が異世界出身という出事、日本へ向かう。 最の女神との契約として、両親の大切なものを捧げるという取り決めがされていた、ことを知る。女神の横暴さを知っていた、つくよみ命より、あらかじめ過護として、女神に与えられるより上回る能力を与えられ、勇者の役割を剥奪されたことで天意先の世界で、責務を負うことなく自由に生きる許可まで、つくよみ命に与えられた。つくよみ命の話では、 真の元いた世界では、神々の加護すら届かず、肉体的にも、魔力的にも負荷を受けて知らずに鍛錬するような生活を送っていたため、その負荷から解放された異世界では、超人とも言うべき能力を発揮できることを保証されているが、同時に無敵ではないという注意もされている。降りた異世界はまさしく、世界の果てと呼ばれる荒野であり、人どころか動物。 魔獣にさえ会えなかったが、やっとのことで魔獣に襲われた多くの娘に会ったことがきっかけで異世界人との交流が始まる。真の解放された身体能力とつくよみ命から与えられた加護により、異世界での強大なアジ魔族、上位竜、魔物に立ち向かい、真の力を認めた上位竜、ともえ、最悪の黒くも、身を、立地、指揮と、主従契約を結び、 主従契約時の変化の法則に従い彼らは、まと同じく人の姿となる。最初に主従を結んだ友へとの契約によってできた悪勇の中に、真を尊敬し、あがめる味を招いて、元の異世界の荒野とは、対照的な環境で村を作って、発展、一癖も二癖もある主従を結んだ者たちに、振り回されながら、異世界での生活を送ってゆく。まは続いて、 出身地である両親の軌跡を求めて、荒野の中のどこかにあるヒューマンの街を探査、人恋しさも相まってヒューマンとの交流を図る。ところが、異世界の価値観ではヒューマンと思えないほどとされている、醜い顔と漏れ出す強大な魔力、さらに、ヒューマンとの共通言語を知らず意思疎通ができないため、ヒューマンの多くは魔を恐れており、真の印象隠蔽を講じた上で、 ヒューマン化した従者を伴った行商として挑むことに。戦争による異常な物価を感じながら、その後、一部のヒューマンとは友好を結ぶが、それでも女神の持つヒューマン第一主義がはびこっているため、ヒューマン以外のアジンは家畜化道具という考えが、根強く、ヒューマンとアジン、特に魔族との友好などは、難しい状況であった。ヒューマンを偏重主義を端に発した戦争が続く。 荒廃した異世界で荒野に佇む街と自然豊かな空を行き来しながら、毎一度は巻き込まれるように夜直しの旅をしていく。恋の幸はテレビアニメ版の声優。契約によって召喚された真に容姿を理由に徹底的なダメ出しをした女神が好みの容姿だからと勝手に召喚した日本人。魔獣と戦える体、魔族をしのぐ魔力をはじめとした特典を与えたというが、 真の例でもわかる通り地球世界で育ったものは、異世界では、すべての負荷から解放され高いステータスを発揮するため、実際には大した加護は与えられていない。魔族支配領域、四大国、地の果ては、日本の本州から九州に類似した形を持つ。ただし、瀬戸内海はほぼ山脈を形成し、地の果てである九州は、南部はどこまで続くか確認が取れていない。 2015年6月9日より、キノコトラの作画により、コミカライズが、アルファポリス言語を浮遊都市マイナスで連載。コミックスは、同レーベルより観光。アルファポリスが、PC 向けブラウザゲームが配信していた、シミュレーション RPG。2017年4月28日に配信を開始したが、2018年3月19日に、サービス終了。 1> 第1期は2021年7月から9月まで東京 MX 他にて放送された。第2期は第1期終了後に制作が発表された。放送時期は未定。第1期は日本テレビ史上最高金額で海外セールスされた。ありがとうございます。